そうですね、相手が高校生だったので、まあ、勢いもすごいあったんですけど、そこで、まあ、しっかり、まあ、ここ代々木っていうのはそう本当に風だったりそういう難しい環境の中での試合なので、今日はなんだろう、会場に慣れる意味でも、まあ、いい試合ができたかなというふうに思いました。そうですね、ここ最近、まあ、あの以前本校オープンで少しあのベスト8まで久しぶりにちょっと勝ち進むことができて、自分の中でもなんか少し自信にもなりましたし、調子も徐々に上がってきているのかなというふうに感じています。直前の中国と香港は自分の、まあ、いいパフォーマンスは結構出せたと思っているので、勝ち続ける限りも続いていくので、気持ちを途切らせずに一戦一戦頑張っていきたいです。